船足の感触はいかがでしょうか。うん、まあ全部いいんじゃないですかね。では優勝戦に向けては何か作業などありますか。えちょっと今日気温が上がって前半まあおかしかったんで明日のまあ気温に合わせてねプロペラ調整するぐらいです、ね。ではスタートの見え方ですがどうですか。えまあスタートはちょっと控えめに言ってるんですけど控えすぎたところもあるんですけど。 明日は目標のタイミングなどあれば、うん、まあ中島区には負けても十五ぐらいは行きたいですけどね。はい、では最後にファンの皆さんに一言お願いします。はい、えー、久しぶりの憂鬱なんですけど、なんとか先に回りたいと思ってます。応援してください。船足の感触はいかがでしょうか。えっと伸びはちょっと弱いんですけど、あの端回りとか出足重視で行ってます。はい。作業としては。 そうですねちょっとあのターンのかかりの面だけで微調整でいきたいと思っています、はい、優勝戦は2号手です何かイメージなどあればお願いしますうーんまあそうですね、まあ、基本は差しなんですけど、まあ、直線がちょっと弱いんで包み込まれるのがちょっと心配ですね、はい、ではスタートの見え方はどうでしょうかそうですね10ぐらいは行こうと思ってますはい では最後にファンの皆さんに一言お願いします。えー、船弦絡めるように一生懸命します。船橋の感触いかがですか。そうですね。順位ちょっとこうプロペラを回転をさせるというかまあちょっとこうガブッとこう調整したら良くなったんで、はい。今なら勝率ぐらいありますかね。はい。作業としてはもう伸びしか求めないです。はい。はい、では優勝戦は三号艇です。何かイメージなどあればお願いします。 まあ伸びればねいいんですけどね、そういうまう、あ、ちにプレッシャーかけられればと思いますけど、はい。スタートの見え方はどうですか？うーん、まあちょっとコンセプトバラバラなんで、はい、明日はしっかり掴みたいです。では最後にファンの皆さんに一言お願いします。そうですね、まあ伸びたんで一生懸命頑張ります。応援お願いします。フランシュの感触はいかがですか？は、も前回と遜色ないぐらいまで来てます。はい。 優勝戦に向けてどのあたり求めていくとかありますかいや特にもうこれ以上求めて良くなったらまたフライングしてしまうんでこれぐらいではい行きたいと思います優勝戦は4号艇です、はい、何かイメージなどあればお願いします僕が行けたら行きたいですけどそんなスタートも分かってないんで坂口さんに行ってもらって展開あればなと思いますスローとダッシュどちらが見やすいっていうのはありますか どちらかというとスローの方が分かりやすいですけど、はい。では最後にファンの皆さんに一言お願いします。はい、明日は三重県ワンツースリーで帰りたいと思います。応援お願いします。船橋の感触はいかがでしょうか。まあ普通だと思いますけど、はい。特徴を挙げるとしたら、うん、別に普通です、うん。では優勝戦に向けてこの足が欲しいっていうのはありますか。いえありません。 では、優勝戦は五号艇となります。何かコース取り含め、イメージなどあれば教えてください。では、枠なりから。はい。では、スタートの見え方はどうでしょうか。うん、まあ。あの、一本持ってるんで、早いのはいけないんですけど、まあ、普通にはいこうと思います。はい。では、最後にファンの皆さんに一言お願いします。えっと、山口県二人乗れたんで、どちらか優勝できるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。 船橋の感触、いかがでしょうか。そうですね。バチッと合ってないですね。どの部分、足的には気になりますか。そうですね。伸び取ったら、出足なくなるし。まあ、でも、反応はしてくれるんで、はい、ペラによって。優勝戦に向けて、どの足を求めていきますか。そうですね。外枠なんで。まあ、伸びをこらして。いこうかなと思います。はい。 優勝戦6号艇ですイメージなどあればお願いしますいやイメージはもう展開待ちなんで先輩に任せて展開をつきたいですね、はい、では最後にファンの皆さんに一言お願いしますそうですね展開待ちになるんですけどふんけに絡めるように頑張ります